ックオプス3の製品版が来たー。今回のルールはドミネーションなんですね。ちょっと旗取りがしたくなってたな。後武器はスナイパーライフルだよ。いつも芋をバカにしてるくせに芋になるとは。お姉様も起きたな。バカ言うんじゃないよ。私がやろうとしてるのは突砂だから。あとお芋さんは良き友人でバカにする対象ではない。お芋をバカにする奴はこの私がケチョンケチョンにしてやる。ケチョンケチョンにされる未来が見えました。てかお姉様なんでアサルトライフルみたいなの持ってるの。突砂するって言ったじゃないですか。これ一応スナイパーライフルのタブーだから。え、今なんて。これ一応スナイパーライフルのタブーだから。バースト落ちできるスナイパーライフル、なんなんですかねそれ。これめっちゃ強いよ。近距離から遠距離まで幅広く対応できる。ほんとだー。今の見せ場じゃなかったんだけど、バカにしてるのかな。そう思うのなら早く見せ場出して。はい、やっぱーまぐれだな。おん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 、バララ、やっぱーバララ、やっぱーバララ、バララ、セカンドチャンス、やっちゃえー。トン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 、おっきめ言い上げ。ああいう適当に投げたのでも殺せちゃうことがあるからやめられない。敵の香りがするぞ。バララ、やっぱー。この銃はチャージしてから発射するから、発射までのタイムラグになれれば敵を溶かすことができる。というか強い人は他のスナイパーライフルでも強いんですけどね。お姉様は下手っぴエイムだからバーストに頼ってるっていうか、一発しか撃てないボルトアクションタイプは扱いきれないっていうか。やっぱー。そろそろアネイビリはやめていただけませんかね。よし、エルストライクを要請できるようになった。近未来的タブレットで爆撃ポイントを指定する。さすれば大量キルが可能となる。ほうほう、エルストライク機体のポイントストリークですね。お、エルストライクが爆撃を開始した。あれ、エルストライクのキルログが出ませんでしたけど、爆撃せず素通りしていったんですかね。ほんとだ、爆撃ポイントにちゃんと爆撃しないエルストライク、無能。私の指示通りに爆撃してれば5キルくらいログが流れるはずなのに。エルストライクを使えばいつもそれくらいキルできるんですか。そうだよ。その瞬間を撮影した動画ファイルあります。ないだよ。あ、ふーん、なんだよ。あ、なんだかお姉様エイムがブレブレ、動揺してます。エイムがブレブレなのはいつもだから。そうだった、うるせー。しっかりエイムしないから。近距離ならあれで当たる時があるからな。スコープ覗くまでのラグで殺されちゃう場合もあるし、難しいところが。バララ、バララ、やっぱー。左側にもまだ敵さん。バララ、やっぱー。あー気持ちいい。その調子でバンバン溶かしてください。とりあえず旗を取ろう。おんおん、バララ、バララ、やっぱー。あー気持ちいい。その顔で死ぬのやめれ。はい、気を取り直していきましょう。ガンバー。バララ、やっぱー。そろそろハイブが使用できるようになるなったね。それなんです。ノーマストのアビリティ、ナノマシンが含まれている弾丸を地面などに打ち込んでおく。あとは敵を感知したナノマシンが起動して敵を食い尽くしちゃう技。何それ怖い。ミツバチの巣箱、ハイブから来てるのかな。敵を食うナノマシンもミツバチの大群みたいだし。何それ怖い。ナノマシンが敵を感知したらその敵は死んだも同然よ。けどナノマシンが敵を食い尽くすまでタイムラグがあるから、そこは気をつけなきゃね。あと1チケでハーフタイム入りますね。オン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 、バララ、バララ、バララ、やっぱー。ハーフタイムー。次のラウンドも頑張るぞい。って思うんだけどさ、このハーフタイムって意味あるのかな。え、このドミネーションどちらかが100ポイント取ったらハーフタイムに入るんだけど、後半戦は前半戦のポイントを引っ継ぐんだよ。200ポイントになった方が勝つんだけど、ポイントが引っ継がれるならハーフタイム入れる必要なくない。ポイントリセットして最大3ラウンド100ポイントを2ラウンド選手した方が勝ち。ってんならわかるんだけど。確かに、自分の体を動かしてるサッカーみたいに、休憩時間というハーフタイムを入れるならわかりますけど、単純にハーフタイムなしで200ポイント選手ってした方が、わかりやすいですよね。でもマップの地形、リスポーン位置によっての、不公正さをなくすためもありますしね。おお、場所の入れ替えは重要だね。まあこれで楽しめてるから全然いいんだけど、ちょっと疑問に思ったのさ。普段バトルフィールドをやってるとそういう疑問になりますけど、異文化を許容することも大事なんですよ。なんだか話が大きくなってる気がする。よっしゃ、ハイブ来た。自分は手を下さず、かわいいかわいいナノマシンに汚いことをさせるわね。クズ。ナノマシンに餌をあげてるって思えば素敵じゃん。人間を餌にするわね。クズ。ナノマシンちゃん人間しか食べないもん。滝の下に落ちるわね。クズ。クズって言いたいだけじゃん。ちなみにハイブちゃんは自分が死んだ後の敵を食べてくれるから優秀。現実でもそういう兵器が作られたりするんですかね。怖いね。金属を食べるナノマシンなら映画 GI 上で見た。金属を食べるナノマシン開発できたら、世界征服できちゃいそう。バララ、やっぱー。おん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 。おん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 。バララ、やっぱー。今日の私はいつになく冴えているな。うん。ちょっとは心のこもった返事ができないのかな。私嘘言えない。
そうだね、フランはいい子だもんね。そういえばニュースタウンはあまり人気ないのかな。結構好きなんだけど、人があまりいないような。時間帯によっても違いそうですけどね。マップが狭い分、スピーディーな戦いができるけど、その分疲れちゃうってのはあるね。今はボーナスマップになっちゃってますけど、そのうち通常マップに移行されるんですかね。個人的にはされると嬉しいけどな。ちなみにみんなの好きなマップはどこかな。あと好きな武器も。私は見ての通り、今は P06 が好きだよ。そういえば連射速度を上げるラピッドファイアをアタッチメントでつけてるんだけど、あまり効果が感じられないような。時間的には何パーセント短縮されるんですかね。だいぶ効果があるはずなのに、お姉様が鈍感なゆえ気づいてないだけかも。それはマジ悲しすぎるからやめて。あとドミネーションだと燃焼グレネードが結構役に立つような気がするよ。背部も敵の変更ルートや旗回りに設置しておくと美味しそうですね。ああいう、みんなが好きそうな場所とかね。お姉様もあそこから D 旗を狙ってたりしますもんね。こっちは味方が何人か向かってるからいいか。反対方向が手薄じゃ。B 旗は敵が取りに来るはずだから背部を設置してと。出てきおるやん。あらら、やっぱー。危ねかった危ねかった。ナチュラルに目の前に現れてびっくりしましたね。あっちもびっくりしただろうけどね。おん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 。おん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 。やっぱー。ハイブちゃんが二人食べてくれた。うちの姉は自ら上がれない模様。上がれそうだった。B 旗取られてるね。そこのお姉さん。頭の上からミサイル落ちてきてますよ。やっぱー。お物は消毒だー。綺麗に燃え尽きましたね。あらら、やっぱー。よし、エルストライクを要請しよう。ここと、ここと、ここ。今回はちゃんと素通りせず爆撃してくれますかね。あいつら気分屋だからなぁ。私の言うことでんちゃったぁ。今回のパイロットは優秀だった。お姉様のエルストライクのせいで、味方さんのグラビティスパイクが無駄になっちゃいましたよ。そうだね。よし、A 旗を奪還だ。おん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 。おん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 。航空兵器に向かって撃ってたのかな。それともただ空めがけて撃ってただけかもしれませんよ。そいつはやべえやつだ。せっかくラプスまでポイント一人たどり着いたのに、もうすぐ終わっちまうだ。敵がラプス使ってきたらマジで厄介ですよね。いかにもいかにも。ってことで、カー開きまーしたー。おう、結構頑張ったじゃねえか。うるせえよ。ってことで今回はこのあたりで。ご視聴ありがとうございました。さよなら、さよなら、さよなら。